水上ビルは愛知県豊橋市に東西800メートルにわたって連なる板城建築物群の通称。豊橋の街中の象徴として市民に親しまれてきた。豊橋ビル、大宝ビル、大手ビルの3群からなる水上ビル、豊橋駅から東に向かって、豊橋鉄道、東田本線が走る駅前大通りが伸びており、その南80メートルには、 駅前大通りに並行して農業用水の室用水が流れている。室用水を約800メートルにわたって暗渠化し、その上に立つ3階建てマイナス5階建てのビル15棟の通称が水上ビルである。生誕には、ほの国と弱し、芸術劇場プラットがあり、国道259号と交差する、東端部にはレインボータワーと呼ばれるモニュメントが設置されている。 西側から順に豊橋ビル、大宝ビル、大手ビルの3群に分けられ、それぞれ所有者が異なる。ビルの両側にはアーケードが設置されている。商店街には小売店と問屋が共存しており、一般客が問屋で買い物を行うことも可能である。ビルの入店者や入居者は豊橋市に対して河川専用料を納入している。水路は水資源機構、土地は 豊橋市、建物は、室用水1945年6月19日深夜から20日未明に、かけて豊橋空襲を受けた豊橋市では、青空市場が戦後に賑にわいを見せた。しかし戦前からの商店街が、元の場所で復興し始めたため、豊橋市当局は新たに正規の商店街を築いて、青空市場の業者を移転させた。豊橋空襲で消失していた豊橋市、 狭間小学校の跡地には間口50メートル奥行き16メートルの大宝百貨店が建設され、この建物の裏側が大宝商店街に当てられた。大宝商店街は木造の胸割り住宅であり、1店舗あたりの面積は6坪程度、引上げ者や繊細者が店を開いていた。その後には美観や防災面の観点から商店街の再開発計画が浮上し、 商店主らは立ち退きに合意。大宝百貨店も含めて、中心市街地の整備が進んだが、豊橋駅前に大宝商店街を移転させる用地が確保できなかったため、国区肉の策として、市中心部を流れる室用水場にビルを建設して、移転することとなった。1968年には大宝百貨店の場所に、複合商業施設、名豊高ビルが開業している。 今日の大宝商店街農業用水である室用水の上に3の5階建ての大宝ビルが建設され、1964年12月10日には1階部分に大宝商店街が移転開業した。豊橋駅に近い西側半分が卸丼や東側半分は小売店であり、小売店には食堂、医療品、鮮魚、生花などの店舗が連なった。 開業時の大砲ビルには貸し問屋が多く、なお連ねていた。その後1965年には豊橋ビルが、1967年には大手ビルが建てられ、大手ビルには大手町にあった市場の商店が入居した。用水場に建設されたビルは、全国的に見て珍しいとされ、た地域から視察団が訪れるほどだった。豊橋駅から近いこともあって、 静岡県や長野県の南心地方からも客が訪れた。1980年頃までは国鉄飯田線を使って水上ビルの問屋街まで買い出しに来る人が行列を作ったという。豊川市出身のそのコーも監督を手掛けた2013年のテレビドラマみんなエスパーだよ。では水上ビルもロケ地の一つとなった。2013年には 水上ビルやその周辺の空き家空き店舗を紹介する街中空き家空き店舗見学ツアーが開催された。2014年12月10日には商店街の成立50周年を祝って大宝ビルの屋上で記念イベントが開催された。大宝商店街の店主らによる大宝共同組合は2015年4月に期間のフリーペーパー大宝ジャーナルの発行を開始した。 2015年からはアーケードと空き店舗を活用するために6月の週末に期間限定でアンティークショップなどが営業する雨の日商店街を開催している。2016年の雨の日商店街には小道具、アクセサリー、雑貨などを取り扱う露天商やネット販売業者など60店が出店し、屋台やカフェなども出店した。 2016年9月13日には、水上ビルを待ち、愛知トリエンナーレ開催中の水上ビル2004年を飾る作品が決定される。2015年からの3年間は、田原市在住の画家高太郎による、俺たちの日常を愛化してんだぜ、の作品群が飾られている。2010年に初開催された愛知トリエンナーレは2013年から、豊橋市が会場の一つとなっており、 2016年には水上ビルが豊橋会場の一つとなった。ブラジルのラウラリマは100羽の小鳥を大砲ビルの一角に放ったインスタレーションを行い、鑑賞者は鳥小屋に見立てたビル内で小鳥が飛び回る様子を見ることができる。水上ビル付近の空中写真2008年撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成水上ビルのビル群の狭間まには暗挙となった室用水にかかる橋の欄干が残っている。西から東へ順に以下の通りである。ありがとうございます。